序盤にモローネは、16世紀イタリアの聖職者、外交官。ローマ教皇庁で外交官として活動、折衝を重ねて、トリエント公会議を決議へと導き、カトリックの対抗宗教改革を推進した、ミラノ出身。パドバで法学を学び、博士号を取得、1529年に、ローマ教皇クレメンス7世により、モデナ司教に任命された。 1534年から教皇パウルス3世の任命で教皇特使を務め、1536年より教皇大使としてドイツを中心にカトリックとプロテスタントの対立解消を模索して外交活動を展開、1542年には数奇教に任命された。武力行使に否定的でプロテスタントとの対話を望む。 神聖ローマ皇帝兼スペイン王ガール五世の宗教政策を支持していたが少数派に止まりプロテスタントとの対話が失敗するとカトリックの自己改革に問題を切り替え改革に取り組むための公開に討議に目を向けていったところが宗教に寛容な姿勢が教皇パウルス四世に疎まれ1557年になると異端に組みしたと権威をかけられ サンタンジェロ城に遊兵されて、異端審問にかけられた。2年後の1559年にパウルス4世が死去すると状況が好転、次の教皇ピウス4世により釈放、再び外交官として徴用された。1562年から始まったトレント公会議、第3回期では、教皇特使と公会議議長を務め、ピウス4世の老いのカルロボド名を数奇鏡と共に、 議事進行を取り仕切った。強行権に対する司教の権利が同格だという主張が現れ、スペイン・フランス・ドイツ代表団が支持して、公会議決裂の危機が迫ると、代表団の後ろ盾になっていた新生ローマ皇帝、フェルディナント一世と直接交渉、司教の権利に関する主張を実質的に撤回させ、1563年にトリエント公会議を決議、 閉会へと導いた。以後公会議決議の監督、推進を行う委員会にボロ名をとともに入り、異端審問の件が災いして強行になれなかったが、1570年に数奇教団の主席に就任、オスマン帝国に対抗するカトリック君主導名を結成させるべく奔走した。1580年12月1日、ローマで71歳で死去。 ABCD キリスト教人名辞典 P1682ABCD 新カトリック大辞典編纂委員会 P1023 プロスペリ P45P46 モンタネッリ P327 プロスペリ P82P83 モンタネッリ P331P332 プロスペリ P60P61P95 P98、P99、P101、プロスペリ、P106、P107、ありがとうございます。